付き合うということ。付き合うということは休日に一緒に遊ぶことではない。それはおまけの息抜きみたいなもの。付き合うことの本質はお互いの生活を支え合うこと。一緒にいる時よりむしろ一緒にいない時お互いがお互いの力になれるかどうか、そこが重要なポイントだと思う。仕事がきつい時、その人の顔が浮かぶと、もう少し頑張ってみようかと思わせてくれる力。誰かの誘惑に負けそうになった時、その人の顔が浮かぶと、帰って寝るかと気持ちを正してくれる力。見えないところで自分の生活を豊かにしてくれる力を与え合うことが付き合うということ。一緒にいなくてもいつも一緒にいるような存在感を与えてくれる人、それが恋人ということなんだと思う。お互いの生活がお互いの存在感によって充実していれば、それは愛し合っている証。その充実感がなければ、一緒にいても退屈なだけ。遊びでは埋められない、充実感を与え合うから、愛なんだと思う。